はいどうも、カリエです。音の動力神級やっていきたいと思います。質向上デシベルですね、無属性の機械種族ユニットかな。はい、ということで、フレンド設定してやっていきたいと思います。はい、こんなパーティーできました。本当はフレンドさんで無属性機械で何かいたら入れたかったんですけどね、ちょっといなかったので今回はスクエアを持ってきました。まあリーダースキルだけちょっと持ってきてもらった感じですね。じゃあちょっとやっていきましょう。まあ無属性機械種族対無属性機械種族パーティーでやっていきたいと思います。俺多分動画でレプリカ使うの初めてじゃないかな。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、ボス手前まで来ました。やっていきたいと思います。そして、ディザスターくらい準備完了です。綺麗に並んだもんだね、これ。はい、ブーストもあるっていうことなんで、やっていきましょうか。スケアはまあ、もう関係ないね、アクティブスキル。特にエンハンスのやつもないので、淡い息一発目ぶっ込んでいきましょう。うん、まあ。まあ、じゃあやっていきましょうか。ブーストにディザスターくらいを埋め込む感じでやっていきます。よっ。もう一発無理やった。無属性パドル。わあ、でも、一発でこれだったら結構でかい、ね。ほんで、結構いいじゃん、これ。おあ、だね。ああ。そのもうデザスターくらいにこだわらなくてもいいな。よし、やっていきましょう。じゃあいきますよ。それでもこだわる。オッケー、一発撃った。よいしょ。お、いいね。いいダメージ与えるね。じゃあまあ、さらっと倒しますか。いきます。間違えた。もう丸分かりだな、ディザスターくらいにこだわってのさあ、まだ倒さないか。もうちょいですね。いきましょう。オッケー、これでいったんじゃない？オッケー、いきました。ドロップするかな。しない。まだ持ってないんですよね、デシベル。進化前も進化後もまだドロップしておりませんので、まあ後々ちょっとドロップしていきたいと思います。はい、ということで、質向上無属性の機械種族でしたね。チップゲットありがとうございます。質向上デシベル、音の動力神級でした。ありがとうございます。それでは今回はこれで終わろうかね。ディザスターくらい、結構昔より上手くなってるような気するな。全然打てなかったからね、昔は。両手の指でパネル出手するとき、ちょっとね、さすがに練習の成果出てきましたね。はい、ということで、今回これで終わりたいと思います。お疲れ様です。